柴さん、共食いされちゃいました。去年も6例ぐらいから共食いがすごい激しくなってくるなって印象はあったんですよね。これは4例かな。これ4例になったばっかりのやつが先に4例になったやつにかじられちゃったんだね。頭だけなんで空腹で共食いをしたんじゃないです。どっちかが身の危険を感じると争いになって、こうやって頭だけかじってポイしちゃいますね。これ空腹じゃありません。餌は十分入ってるんだよね。これは今入れたやつでも、いつもこんな感じで餌は潤沢に入ってます。向こうで飼ってるやつも実は共食いが発生してて、共食いが発生してるっぽくて、15匹ぐらいいつもいたんだけど、脱走しないようにケースに準備してあるから、いつも15匹ぐらいいたんですけど、今最近確認したところ13匹かそれぐらいしかいないんだよね。もしかすると共食いが発生してるんで、これそろそろ入れ替えなくちゃなんないですね。スバカマキリたち今何匹いるんだろう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 匹はいるか。14匹はいますね。あ、15匹いるか。共食い起きてないか。いずれにしても、まあ共食いは起きそうだね、この感じだと。ほら、だいぶ過密な感じするもんね。今のところこの共食いは大丈夫そうか。そろそろ入れ替える時期に差し掛かってきましたね。ほんと、ウスバカマキリはもうそろそろすると凶暴性が急に増すから要注意ですね。今日は小映えをいっぱい入れときますか。中盤の凶暴性がすごい。自分より大きなものに対する凶暴性も本当にすごくて、人間の指に対しても本当に凶暴性がすごいよね。人間の指に対する凶暴性もすごいよね。とりあえず空腹からの共食いだけはしないようにしときますか。そろそろ成長日記も160日を超えて、成虫も出てきて、もうすぐ終わりですね。本当は3ヶ月100日ぐらいで終わるつもりしてたんだけどね、だいぶ長くなっちゃった。いろんなとこにカマキリがいる。